ケンさん、じゃあよろしくお願いします。はい、2年連続の出場ですけど、去年とはだいぶ体の感じが。そうですね、去年より全然いい状態で入れたんで、どこまでやれるか楽しみな部分です。ケンさん、今年1年振り返ってみてどうでしたかね。ちょっとビッグレースじゃあんまり結果残せなかったですけど、調子としては結構右肩上がりには来てるかなって感じですね。で、明日ゆきさんがいらっしゃってるんですけど、はい、その前後は、まあ、僕が前で、はい、2人で。これはもう割とすぐ決まってというか。そうですね、ゆきがもうどういう感じでもケンさんに任せますっていう、もう僕が前でも後ろでもどっちでもっていう感じだったんで、ギリギリまで悩んで。やっぱじゃあ後悔ないようにで、自力でも戦える自信があるっていう。そうですね、はい。ここまで、まあ、立川から1週間ぐらいですけど、いい感じで調整なんかは。そうですね、まあ、普段の、まあ、初日に走るんで、いつものレースと変わらない感じで調整してきました。ちょっと意気込みをお願いします。しっかりゆきとワンツー決められるように頑張ります。応援よろしくお願いします。